これ多分、はい、あんまり聞いたことがないので、はい、ひょっとしたら俺だけが気づいている問題点かもしれない話なんですけど、俺だけが気づいちゃったシリーズですね。多分シリーズ化すると思う。他にもいっぱいあるから、はい、とりあえず第1弾ね、はい、そのシリーズの、はい、俺だけが気づいているシリーズ第1弾、はい、ででん、なんか、はい、自転車に乗っている若者、はいはい、やたら信号無視するやつが増えている。気づいてませんか、あなた。いやー、気づ、信号無視っていうよりなんかそっちが気になる。え、あ、いや、なんか信号無視してる人よりもこう白線を余計に出てくる人が気になる。ああ、まあなんか、まあ、要するに自転車乗りのマナーが悪くなっているっていう話なんかもしれないけど、いや、でも、はい、俺の住んでる地域だけなのかもしれないけど、はい、なんか若者がやたらな、はい、自転車乗ってる若者、はい、若者中心ですわ。若者で決めつけたらダメなんで、まあ若者が多いわ、俺が目撃した中では。ほぼ若者やけど、はい、中学生ぐらいから二十歳ぐらいまでの若者、あ、そこまで下げる。うん、パッと見。が、はい、やったら信号無視してんねん。そんなですか？それもなんか、超田舎の全然車も通らへんようなとこで、はい、なんか、左見て、まあ確認はちゃんとして、はい、信号無視してんのはまあ推奨はしませんよ。ダメですよ。ダメはダメですけど、ね、一応そういうことに言うとくわ。ダメですけど、まあ、はい、まあ理解はできれば、まあまあ しゃあなくはないんですけど、ないよね、しゃあなくないんやけど、許せんなんですけど、はい、まあ理解はできるやん、うん、なんかそうじゃなくて、国道、もう本当の主要道路になってる国道で、はい、もう信号無視前提で、はい、実際に信号無視もしよんねん。ちょっと車が途切れたら、はい、信号無視しようね。待てや。一応昼とか、まあ夜も多いかな。ちゃんと車が完璧に途切れてる。だから俺が見てんやからな。俺は車乗って、ね、わーっと行ったら、はい、うわ、信号無視してるわっていうぐらい、見えてるぐらいの、はい、タイミングや。で、信号無視してるわけ。はい。んで、なんか、それを集団、もう2、3人とかでやってるから、一人だけ取り残されて、はい、その、信号無視取り残されたやつとかがおって、はよ来いや、みたいになんか、もう、信号無視成功したやつは、こう、はよ来いや的な感じで見てるみたいな、光景をよく見る。もう、わからんくないの？これ、なんか、そういう主要道路では、じっと待ってる、待ってない？今までは。それがなんか崩れつつあるんちゃうのっていう気がすんだよね。この前の話なん、具体的な話なんですけど、はい。夜に車で走ってると、俺がね。しかも夜。まあ夜。走ってると、バーッと普通に50キロ制限のところを50キロで走ってる感じですわ。まあ、だいたいちょっとスピードありますよね、50キロ。50キロで走ってたら、うん、まあ、それは国道ではなかったんやけど、結構、まあ、交通量の多い、主要道路的な道路やったのよ。ああ、はい。そこで走ってたら、はい、まあ、左交差点に、はい、まあ、信号のある交差点に差し掛かって、はい、差し掛かろうとしたところで、はい、まあ、左側から、はい、まあ、二十歳ぐらいの女の子が乗った自転車、はいはい、ぐわーっともう、すごい、もう、ぐわーっという勢いで来るわけ。はい。ねえ。はい。その子から見たら赤なんよな。ああ。当然ながら、俺から、はい、俺が見たら青なんやから、ああ。それは左側から垂直に交わる、自転車が来たら、その子から見たら赤ですよね。赤ですね。でも、赤やったらもう赤なんやから、もう渡らへんっていう前提やったらば、はい、もう別にそんなぐわーって飛ばして、
来ることもないやんか。もう、もう、ないですね。なんか何十メートル前ぐらいでスピードを緩めるやん。緩めますね。それが、もうなんか、ものすごい勢いでもう来るわけ。はい。こいつ、だから俺はその前から、うん、さっきも言ったように、信号無視する若者が増えているなっていうのは思ってたから、ああ、はい。こいつ信号無視前提で走ってんなと思って。ああ、だ、もう見てわかるんですよ、ね。もう勢いがもう、勢いを殺してないわけ。だからもう、左からガーってもう、もう突っ込むつもりで来てんなと思ったわけ。ああ、はい。でもさ、はい。こっちに止まる理由なくね？そうですよね。止まってやる理由なくね？ないですね。で、だから俺は、もう、こいつが飛び出してきたら飛び出してきたで、まあ、いつでももう避けるでっていう、もう飛び出してきたら避けるでっていう心構えで、ああ、はい。俺はもうそのままスピード落とさんと突っ込むことにしたわけ。突っ込むというか、俺は青なんやから当然やからな。そんなもん。まあね。そんなもん止まる理由がないやんけ、こっちに。ないから、そのまま行こうとしたわけ。はい。そしたらさすがにその女の子は、気づいた。もう完璧に、だからその子がもし飛び出したら、完璧に当たるタイミングではあったから、俺は避ける用意はしてたものの、タイミング的には完璧に当たるタイミングやから、はい。もう慌てて急ブレーキビューッと止まりよったわけ、さすがにな。ああ、はい。いや、お前やっぱり突っ込むつもりやったなと思って。そんで、そこ、はい、ね、その女の子は止まったから、俺は普通に行ったわけよ。で、ミラーでどうしようのかなって思って見たら、やっぱり、信号無視しよったわ。行きよった。もう、当然、赤のまんまやで。その子から見た赤のまんまやで。ね、ショーから見てももう赤なの見えますよね。やっぱり、信号無視する気まんまやったよな、お前はっていう。俺がもうちょっと、その、交差点に入るタイミングが遅かったら、そのまんま信号無視する気やってんなって思ったわけ。どう考えてもそうやろ。うん。だからやっぱり、そうなんよ、はい。信号無視前提でもう完璧に信号を守る気がない若者が増えてるのよ。危ない。いや別にさ。はい。別にさじゃないわ。そんなもんな、別に、引いてしもたらさ。うん。こっちも迷惑やし。うん、で信号を無視して飛び出して引かれたら多分こっちに責任ないやろ。どうなんすかね。多分ないと思う。そこちょっと気になりますね。うん。まあ何？ドライブレコーダーの画像とか映像とか残ってたら完璧ちゃう。さすがに信号普通に青で行ってんのに信号ないとこやったらともかくな。信号のない横断歩道とかやったらともかく、ね、信号ちゃんとこっち守ってんのに、そいつが信号守らんと突っ込むせいで、はい、引いてしまったらこんなもん大迷惑やんってな、こっちは。ほ、うんうん、んで、仮になんか、なんか裁判とかなって、うん、こっちが悪かったことになったとしても、うん、反省なんてする気なくね、うん、知らんがなって思わへん、そんなもん。俺は少なくとも反省せえよ。俺は青でちゃんと言ってんのにっていう。そうです、ね。なるし、別に、なんていうのかな。怪我したり死んだりすんのそっちやでって思わへん。うん。思わへん。なんでしょうね。止まってくれるものって思ってんですかね。思ってんじゃん。ほんで、思うのは、止まってくれると思ってんのか知らんけど、はっきり言って、今車運転してるやつも、うん。まあ、老人が増えたとかいう問題もあるし、そんな老人がちゃんと止まってくれんのかっていう問題もあるし、もう一個は、うん、今大体って言ったらあかんか。スマホ見ながら運転してるやつ多いぞ。うん、確かに。なあ。そのちゃんと見てんと運転してるやつ多いねん。その老人じゃなくても。そんなもん、スマホ見て、見ながらでちゃんと見てへんやつが、そんなもん信号無視して飛び出してくるチャリンコのことなんて見えてへん、見えてへん。そんなもん知らんで、死んでも。ねえ、見えてない人ね。暗いなら余計に。少なくとも俺がそこで引いてしまう、その信号無視した自転車を引いたとしても、
俺は反省はできひんわ、もう逆にお前どうしてくれんねんこっちお前なんて思うわっていう話でした。以上。